ジャンポケサイト体調不良芸能活動を休止にファンは、マジかよ、ジャンポケサイトを休業かよ、体調不良って何だろ。不倫したのに謝罪して続投してたのに結局休むのか、 YouTube も更新止まってたのか、気づかなかった。競馬番組降板は痛いな、あれ結構人気だったのに。体調不良って言ってもストレスとかメンタルの可能性もあるよな。ジップも休んでたのか、朝見てないから知らなかった。不倫のダメージが結局効いてきたんじゃね。ウマ娘の声優になりたいとか言ってたのに残念だな。41歳か、芸人としてはこれからって時だよな。休養が長引かないといいけど、早く元気になってほしい。吉本の闇営業問題の時も大変だったのに、また休むのか。相方たちどうすんだろう、ピン活動増えるのかな。斉藤いなくなるとジャンポケの勢い落ちそう。体調不良ってコロナじゃないよな。不倫したのに謝罪して許されたと思ったら甘かったな。芸能界の闇を見てしまったのかもしれん。休養中に何か新しいことを始めたりして、斉藤の代わりに誰か入れて活動続けるのかな。復帰のタイミング難しそう。世間の反応次第かも。事務所からの圧力で休養させられてるんじゃ。休養中に SNS で近況報告してくれるといいな。芸能界の闇に飲み込まれたか、よくある話だな。休養中に勉強でもして、復帰後は知的キャラで。相方たちも大変だろうけど頑張ってほしい。休養中にダイエットでもしてイメチェンして帰ってこい。芸人って見た目は楽しそうだけど裏では大変なんだろうな。休養中に趣味でも見つけて新しいネタ作れたらいいのに。復帰したら謝罪会見とかやるのかな。休養理由が体調不良ってことはまだ復帰の可能性はあるな。芸能界の厳しさを改めて感じる。メンタル強くないとダメだな。斉藤がいないとジャンポケの漫才どうなるんだろう。休養中に自分を見つめ直す良い機会かもしれんな。芸能界って本当にシビアだな。一度でもつまずくと大変。休養中に YouTube でも始めたら面白そう。復帰したら以前より面白くなってるかも、期待。休養中に新しいスキルでも身につけたらいいのに。芸人の寿命って短いよな。40代でこれじゃ厳しい。休養中に本でも書いたら売れそう。復帰後は控えめに活動して徐々に戻していけばいいのに。芸能界の闇は深いな。表面上の華やかさとは裏腹だ。